7月の4日に発売となります。ミステイク。僕はミステイクというタイトルがついていますけれども、これはどんな曲になってるんですか？音は割とノイジーというか、ほうほうほう、だったり、まあ繊細なところもあったりするんですけど、まあメロディアスな曲ですね。どんな曲が仕上がってくるのかね、僕も楽しみなんですけれども、そして同じ日7月4日に今度はトリビュートアルバムが出ます。パレード2リスペクティブトラックスオブ爆竹、2枚目のトリビュート版ということになりますよね。これ出そうっていう話が出た時に、どんなアーティストにお願いしようかっていうのもメンバーに相談があったわけですよね、やっぱり。はい、もうその間にいろいろと、前回もね、かなり豪華な人たちが参加するじゃないですか。はい、今回のセレクションというのはどんな風にしてたんですか？いや、もうメンバーからもだし、スタッフ側からもとか、あとやりたいって言ってくれる人もいたし、メンバーの皆さんがまだ会ったことがないアーティストもいるんですか、中に？いますね。これから面識を持つということですかね。そういう方もいます。へー、例えば今回参加している中で特にこう親しいというか仲がいいアーティストというとどんな人がいるんですか？ここにね、今井さんとか、ポシックス、はあ、林くん、はい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 、とか、あとアシッドアンドロイド、ゆきひろくん、ゆきひろさん、はいはいはい、あとはA イコール、はい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 、かですかね。割と飲み仲間だったりするんですか？最近は会ってないですけど、うん、ね、なるほど。まあでも本当にいろんなジャンルの、まあロックを中心にですけど、楽しみなメンバーになりましたよね。はい、はい。